はいどうも、ジャイキラちゃんです。今回なんですけども、なんと、私、キムちゃん、愛知県小牧市の公式 YouTube チャンネルに出演します。イエーイ、ありがとうございます。どういうことかと言いますと、こちら、愛知県小牧市の市が発行している広報小牧、こちらの PR 動画が5月から愛知県小牧市の YouTube チャンネルで流れることになりました。その第1回のナレーションおよび出演がキムちゃんに決まりました。ありがとうございます。嬉しい、マジで嬉しい。こちらのね、広報小牧のね、2022年1月号にエーモン見っけという記事で、私キムちゃんのね、YouTube チャンネルが紹介されまして、1月ね、広報小牧に載せていただいた時に、まあそのような会社とね、ちょっとつながりを持ちまして、撮影やね、動画編集の、まあ、相談も兼ねてね、私キムちゃん選んでいただきました。とても嬉しい。マジで嬉しい。やっててよかった、動画編集。いや、本当に嬉しい。何が嬉しいって、第1回っていうのがね、めちゃめちゃ嬉しい。本当に。今からそちらのデモ、見本となるような動画の作成、打ち合わせに今から行ってきます。ただね、ちょっとね、詳しい話はね、全然聞いてないんで、動画がね、何本撮るのかとか、どれぐらいの時間で出すのかとか、テロップがどうとか、音楽がどうとか、どういうイメージなのかっていうのも全然全く聞いてないんで、打ち合わせの中で、まあ、こう相談しつつ、市のイメージを壊さないようなね、動画の撮影に挑んでいきたいと思います。ということで、今回ね、市からのね、お仕事、第2弾です。ですね、やっていきたいと思います。いやー、緊張する、マジで緊張する。やだー、やっぱね、死とかね、ああいうなんか正式なものとか硬いものとかがね、絡んでくるとやっぱ僕もやっぱ緊張しますよ。まあ、でもね、元気いっぱいね、名前を売っていこうかなって思います。今ね、 YouTube でね、第一の目標に掲げているのが、愛知県小牧市のね、公式 YouTube チャンネルのチャンネル登録者数を抜かすってことなんです。と言いつつも、やっぱね、 YouTube とか SNS でね、いろんな情報発信できて、いろんな情報を拾えるようなね、社会になってきているので、小牧市のね、公式の YouTube チャンネルからも様々な役に立つ情報をね、発信していけるようにね、お力添えができるようなね、活動をね、今後もね、していけたらなと思います。小牧市の公式 YouTube チャンネルから飛んできて見てくれてる方もいるかもしれません。ぜひね、キムチャンネル、愛知県小牧市から尾張地方を中心にね、いろんな情報発信頑張っていきますので、ぜひともね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということでね、もう時間もしてるんで、さっさとね、行って、ちょっと打ち合わせしていきたいと思います。では行ってまいります。こんにちは。この5秒のキマちゃんのとこ撮らさせてもらいたいのと、この5月スピードでだったら何がいい、とりあえずなんか行ってまおうと思ってこれ1枚ね、そう、きつ市民レポーターのページは今回見つかるピアノ、街角ピアノ、はい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 、はい、ピアノ今めっちゃ流行ってますもんね、街角ピアノ、うん、僕だけじゃなくてみんなができるような形にしないとダメなんですよね。なるほどなるほど。今回はここでいいかなって、外だったらだいぶ違う、これ中で撮るの音はね、だいぶ入るよね、入る。ちょっとこれをつけてやってみようかな、今日外で。小牧山いいよね、今回は小牧山でいいと思います。もう一番最初だし、ね、これの基本的にはこれ見る人っていうのは若い人をターゲットにしてるんだね、今回だったらちょっと早くてもいい、うん、良さそうかもしれない、うん、テロップってどれぐらい入れるんですか。まだ全然少ないかな。できれば、まあ、全編とは言わないですけど、7、8割ぐらい入れた方が伝わりやすいと思います。音楽はフリー BGM みたいなサイトがあるんですよ。はいはい、あとで送ります。よし、じゃあちょっと小牧山できますか。はい、めちゃめちゃ暑い、やばい、夏、この季節、青もみじがすごい綺麗なんだって。これからのゴールデンウィークまでの季節は芽が出たばっかりの、青もみじが一番綺麗ですと。 PR の動画の取材は出てた人に頼む感じなんですか。いろんな人に頼もうと思ってる。でも最初から私も素人なのに向こうも素人じゃちょっとっていうことで、広報にキマちゃんでいいですか、あいいですよ全然って言われて、はい、ありがとうございます、めっちゃ普通になんか宮治さんと散歩みたいになってここっすね。あ、ここで、僕前も撮ったことあるんですよ。今月の広報小牧を紹介するのは、愛知県尾張地域で活動している YouTuber キマちゃんです。どうぞよろしくお願いします。今月の広報小牧を紹介するのは、ちょ忘れちゃった、愛知県尾張地方を中心に観光地やグルメなど様々なことを発信しています。どうぞよろしくお願いします。いいんじゃないみたいな。今月の広報小牧を紹介するのは、愛知県小牧市の YouTuber キマちゃんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしますよりこっちの方が良かった。なんか頭が出ちゃう、見えないかな、頭が出ちゃうもんね。そうそうそう、見えないから。よし、ありがとうございます。ありがとうございました。いろんなことが決まったらまた連絡入れます。そうですね、お願いします。頑張って格闘してください。
はい、どうもデイケーちゃんです。今回なんですけども、小牧市のね、公式の YouTube チャンネルにね、出演させていただけることになりまして、今日がね、その撮影日になります。今日楽しみっていうか、もう昨日が結構しんどすぎて、僕ハーフマラソンの動画もね、出てるんでぜひ見てほしいんですけど、昨日ね、しんどすぎてね、調子いい感じではないんですよね。まあいけるだろうと踏んじゃったんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。1週間前ぐらいにモニターの動画を撮って小牧市に編集して出したらしいんですよね。結構ダメ出し食らったらしくてそのダメ出し聞くのも結構僕今日楽しみなんですけどね。先方の方に向かってますんで、着いたらね、また動画回したいと思いますんで、じゃあ今日もね、張り切って頑張っていきましょう。これ公開っていつなんですか？5月1日だからもうそろそろ配布1日なんですね。今月の広報小牧クイズはこちら。プレゼントは愛知の下水道マンホールクリアファイル。みんなたくさんの応募待ってるね。ではまた来月の動画もお楽しみに、みたいな感じで終わった方が締めはいいっすよね。ベースがあれば僕多分いじって全然喋れるんで。だないね、全然いやいや、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。普通に来月もお楽しみにでいいですかね。来月もお楽しみにじゃね、みたいな。もうそんな感じでいいかな。じゃあね、解決じゃあねとか別にいいんだ、今日いいんだけど、これもらっとかないって私は何もしてないみたいな。テンポ俺も聞きながら自分でダッてやればいいんだよね。うん、もちろんもちろん、そうですね。でも俺にとっては得意だから、ライターだから。そうかそうか、現職だから。確かに確かに、秒数だけ測ってる。はい、10秒15秒。少し早くすればいいんだよね、自分で。私が早く編集、早く編集はできないです。スピードを早くしたら音声が早くなるんで、早く編集するんだ、ほらほらみたいな、そういう感じになっちゃうんで、もう早く言うしかないです。僕がどうか削るか。小牧羊蹄記念日より、小牧羊蹄記念日より、5月15日号の市民レポーターのページは小牧羊蹄病院じゃない。5月15日号の市民レポーターのページは街角ピアノと小牧羊蹄記念病院。5月15日号の市民レポーターのページは街角ピアノと小牧羊蹄記念病院が紹介されています。 OK、 最後に5月1日号の、ちょっと待ってください、覚えます。覚えてからなんて無理だ。最後に本の5月1日号の広報小牧クイズ。私持ってて、こうやって持ってかわいいですね。ああ、いいですね。でもね、何取れるか分かるんですよね。最後に5月1日号の広報小牧クイズ。今月のプレゼントは愛知の下水道マンホールクリアファイルを抽選でございます。今月のプレゼントは愛知の下水道マンホールクリアファイルを抽選で5名様にプレゼント。詳しくは1月号をご覧ください。これ、ね、次から多分覚えてもらうぐらいじゃないと無理っすよ。演者さんが一言で、こんにちは、まるまるですぐらいの言える部分まで教えてして、言われる方はね、いいけど。そう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 。詳しくは1日号をご覧ください。 OK でしょ、いいでしょ、今のは完璧でしょ。最後のね、撮影地市民会館着きました。ここでね、エンディング撮って終わりますんで、皆さんね、5月の完成楽しみにしててください。以上、今月の広報小牧はここで。また来月お楽しみに。発することに対してはお店やってますみたいなことは言えないのかもしれないんですけど、小牧で活躍中ですとか、はい、汚れてますとか、あと、こういう風になりたいですみたいな夢を言ってくれるような形での、あー、なるほどね、出演であれば、自分の SNS 上げる分には上げてもらえば、候補出ましたみたいな、うん、PR 動画出ましたっていうのは小牧の方であれば特に問題ないので。どうでしょうね、僕でもそんな若くないから、もっと若い人の方がいいですよね。で、結局さ、うん、ネットでやっても紙なんか見ないよっていう世代、はいはいはい、お家なんかでやるよりはネットで見るよっていう世代、うんうんうん、だからそういう世代に見てほしいんだよね、うん、そうですね、社会人ぐらいですよね、大学生社会人ぐらいですよね、うん、やっぱりこれから小牧見つけてくれる人みたいな、うん、一番いいかな。確かに。はい、ということで撮影終わりました。お疲れ様でした。暑いぜ。ちょっとエアコンの音がうるさいかもしれないですけど、皆さん、最初僕15日発行だと思ったんで、15日号の広報誌の PR 動画撮ると思ったんですけど、なんか1日にね、もう配信されるみたいで、小牧市の市の広報のチャンネルでね、出ます。すごい、結構近い、直近じゃん。ぜひ楽しみにしててください。結構楽しい撮影でございました。15秒と30秒バージョンの2つなんですよ。めちゃめちゃ短いんですよね、まあ、カットもね、どうなってるのかっていうのね、ちょっと気になってますね。だからこれの動画と見比べてほしいですね、ぜひ。動画撮影するにあたって、その15秒30秒の動画でもこんだけ撮影して、こんだけ時間作って、そんだけ編集してやってるんですよっていうね、まあ別に市の広報の PR ではないですけど、動画の編集って結構大変なんですよ。しかも今回編集してる人ってやったことない人なんですよ。初めての動画編集で市の公式 YouTube チャンネルに載るっていうね、
結構なプレッシャーですよね。まあね、どんなもののクオリティに仕上がってくるのかっていうのはすごい楽しみです。この動画公開してる頃には小牧市のね公式 YouTube できっとその動画もね流れると思うんで、ぜひね概要欄の方にねリンク貼っときますんで、そちらもねぜひ見て見比べてみてください。でも本当にねこのようなね貴重な機会いただけて本当にありがとうございます。町おこししてる人って基本的に年配の人が多いんですよ。でもあちらさんもそういった若い人を探してる節はねやっぱあるんですよ。20代30代とかこう若い人にも目を向けて、あじゃあ一緒に何か面白いことできないかなと思ってお声かけしていただいたりとか、こうねちょっと引っ張ってきて一緒にやろうよってね言ってくださることは本当にありがたいことだと思うんで、そういった動きのこう入り口となれるような発信をこれからもねしていきたいなとキマチャンネルは思ってるんで、自分ももちろんなんですけど、自分以外の棋士や地元尾張地方で頑張っている人たちをこうフォーカスして一緒にねこう盛り上がっていって、僕の周り全体でこう盛り上げていけたらいいなっていうのは本当思ってるんで、今後もね地元愛知県小牧市含め尾張地方ねどんどん盛り上げていけれるように頑張っていきますんで、もしよろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。いや本当お願いします。頑張りますよ。ちょっとね面白い活動にお誘いいただけることが多くなってきてすごい嬉しい限りですマジで。ということで今回は愛知県小牧市のね市の公式チャンネル広報 PR 動画に密着してみたって動画でした。これからもねキマチャンネルのキマちゃんと、そして地元愛知県小牧市よろしくお願いします。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。